それでは私から安田記念の富町をご紹介します。富町、はい、先週の日本ダービーは前走 G1 からの乗り換わりは勝てないというジンクスを打ち破ってレーン騎手が勝ちました、はい。それでも皐月賞8着以内、前走勝つか1着馬と、0秒5歳以内のキーワードをクリアした馬が上位を独占しましたから、ヒントとしては有料だったのではないかと思います、はい。そして今日の7秒記念でも池江厩舎のボッケリーニが、勝利して危険馬の相場リアントが12着と大ヒントになっておりますから、はい、聞いてない。それ僕あったんですよ。あったんですよ。あってよ、ちょっとお金返して、まあ、返してあげなきゃいけない、これはね。あったんすよ。自己責任です。はい、はい、では安田記念の富町はこちらです。 100% だらけルメール騎手、リピーターだらけサンサイバーです。あー、これは聞かなければいけませんね。はい、まずは 100% だらけルメール騎手ですが、ルメール騎手がすごすぎて2020年以降の東京芝 1600m コースの G1 での成績が3勝2着5回3着1回で馬券圏内率が 100% なんです。え、もう一回見せ、何すごすぎて、何あ、G1 で 100% 来てるのね。 100% こう馬券圏内に入っているんですよ。はいはいはい、はい。でルメール騎手、安田記念ここ5年なら馬券圏内率 100% でして、騎乗するシュネルマイスターも東京コースは2勝2着1回3着1回と馬券圏内率 100% と 100% 尽くしなので、今年もかなり良さそうです。じゃあ帰りましょう、帰りましょう。帰りますか。決まり、決まりましたから、もう決まりましたよ。いやでも、こういうのは言われた時にってね、はい、崩れるものだったりしますから分かりませんけど、はい、まあそういう、まあ、まあ、私はあのシュネルマイスター代行なんで頼もしいですけど ね、頼もしいですね。はい、はいさあ、そしてちなみに安田記念男といえばもう一人、ここ10年で3勝の川田優雅騎手ですね。ソダシも東京マイルコースは連帯率 100% なので大注目です。はい、まあ、前走も勝ちに等しいような競馬でしたからね、はい、3戦3勝みたいなものだから、まあ、東京コースのソダシは怖いですよね、確かに、はいはい。続いてリピーター祭りですが、安田記念とにかくリピーターが多くてですね、ここ10年でなんと8頭のリピーターが馬券に絡んでいるんです。今年もリピーターになる資格のある馬は要注意ですね。はい、はい。シュネルマイスターとソングラインということですかね、うん。シュネルはさっきも名前が出てましたし、ソングラインもね、東京芝マイルコースは G1 2勝ですから、うん、NHK マイルカップは花さん2着ということで、これまたね、もうほぼ3勝と言ってもいいぐらいの馬ですからね、うん、はい。そして3歳馬ですが、過去10年の安田記念で3歳馬は4頭挑戦していまして、馬券に絡んだのは一昨年の3着1回のみなんですが、去年のセリフォスは差のない4着だったので半分が構想している感じですね、うん。まあ、ちょっと前にリアルインパクトが3歳で安田記念を勝ってますね。やっぱ54キロですから、はい。まあ、それは有利ですよね。だから3歳馬の構想がこの2年は続いているので、なんかあるのかもしれないですけどね。だからドルチェモア、ドルチェモアっていうことはないんですか、大丈夫ですか。大丈夫です。おっと、急失速。まだ本調子なかった。浅い2歳チャンピオンが意地を見せました。大復活はないですね。いや、次が狙い目です。大丈夫ですね、本当に大丈夫です。大丈夫ですね。はい、でこの今年の3歳馬は2歳と3歳のマイル王が輩が出走してきたので、はい、どちらも狙っても面白そうですね。そうですね、まあ、どっちも人気ないですからね、うん、気になる人は買ってもいいんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。はい、予想のヒントです。予想のヒントにしてみてください。以上、トミチョイでした。はい、さあ、それではお待たせしました。100万円的中を目指してキャプテンさんに買い目を決めていただきます。お願いします。どうすんですか。もう